はい、久保さん、こんにちは。譜め YouTuber、タカです。さあ、第250話ですね。第250話。で、前回、YouTube 必勝の戦略ということで、この、ヤン、提督に学ぶというところで、名言を 言っていただいたんですけど、自分の方もちょっともう一回おさらいをしていきたいなと思って、ちょっともう一回読ませてください。ヤン・ウェンリーの名言ということで、YouTuber が使うとこうなる、まあ、久保さんがね、使うとこうなるというところで、トークスキルのお話まずしていただきましたよね。言葉で伝わらないものが確かにあるんだけど、それは言葉を使い尽くした人だけが言えることだということで、これ、ちゃんとトークスキル鍛えてますかっていうところでしたよね。 この言葉を言える人は本当にトークを縦横無尽に使った人がそれでもその解決ができない問題が起きた時の最後の一息ため息だっていうことを言っていただいたんですけどよくある言葉で世の中にはお金だけじゃ解決できない問題あるよって言う人いるんですけどそれは本当に。 それ分かってんのっていう話で、お金を、これはお金を使って使って使いまくった人だけが、ああ、使える言葉なんじゃないのっていうね、えー、お話をしていただいて、ああ、なるほどな、というところをすごく感じた次第でございます。本当にね、えー、こう使ってない、使ってない人がね、えー、使ってない人が何を言うんだ、みたいなね、いう話になるのかなと思ったりもいたしました。さあ、ここですね、次。 価値の差ですね本当に価値の差ってあるんだよねっていうところですごく分かりやすい表現で「え鷹と鈴メでは視点が違う「金貨の1枚は億万長者にとって取るん足りないが貧乏人には生死に関わるさ」ということで,でここをさらに深く掘っていただいて YouTuber としてアウトブットする動画の一個一個に問題解決が必要っていうお話をしていただきました。 その中でも自分の体験としての問題解決、そして体験にもさる知識を得た上での問題解決、しっかり問題解決できてますかと、それをね、えー、知識と、そして自分の体験と両面で、えー、しっかり掛け合わせて、えー、お話できてますかねっていうところを言っていただいたのかなと、そしてその実体験を絡めて放送することによって、視聴者さんになるほど 言わせることができればあ、それは販売につながりますよと。もっと言うとお金を、お金を出してまでも欲しい知識を放送しているのか、お金を出してまでも聞きたい体験、そういう話をしているのか、という放送をね、一話一話しているか、というね、そこら辺もしっかり含めてね、動画作ってますか、というところのお話をしていただいたんじゃないかと思います。 そして、働くことの意味ですね。働くことの意味。これ以上働いたものか。私は頭を使った。体は別の誰かに使ってほしいね。っていうところ。本当にこれ頭、頭を扱ってる人が言うセリフですよね。だから、体ばっかり使ってる人は、このセリフは出てこないのかなと思うんですけど、えー。自分で考えることができない人。自分で決断ができない人。頭を使わない人をなんか聞いてて、すごく耳が痛いような気がしないでもないんですけど。えー、体しか使うことができない人。ね、これはビジネスできないよ。と。本当にね。 頭をしっかり使って、そして、えー、体を使う。体を使ってるだけじゃダメだよと、しっかりとビジネスは頭でしっかり考えてやっていくことが大事だよということも教えていただいたのかなと。 思いますすさあのの広告収入のお話ですね、えー、せっかくの年金も同盟政府が存続しないことにはもらいようがない。したがって私は道後の安定のために米国軍と戦うわけだというところで解説もまた解説もさらにしていただいたんですけど、まあ、YouTube の広告収入、単純にえ動画1万本撮れば毎月3万円入るんならば、動画10万本撮れば毎月30万入ってくるよねって単純な議論だよねっていうお話もあったのかなと思うんですけど、その中で、 これっていうのは YouTube が順調に利益を上げ続けていかなくてはならないのが前提ですよと、だからしっかりその YouTube がえ、あの、 成長し続けるっていうところを前提にやってるんでね、もしそこがまた違うんであればね、また違う自分のスキルもしっかりつけていかないといけないっていうところも踏まえて、あ,あくまでこの前提でやる。それそ,のそうなんだけども、さらにね、えー、そうじゃないケースもしっかりと想定して、どん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 やっていきましょうっていうことを裏のメッセージで入れていただいたんじゃないかなとを受け取らせていただきました。そして販売戦略のお話ですね。えー、戦術レベルの偶然は戦略レベルにおける必然の要、 この破片であるに過ぎないいっていうねここ難しい話をいろいろ解説していただいたんじゃないかなというところで YouTuber の, you の、ね、動画を作る意味っていうところを踏まえてお話ししていただいたと思うんですけども、えー、動画を作る理由は最終的に誰かに物を売るためですよとそしてこの物を買った人は悩みがなくなりますとんなのでお金を払うだけ悩みがなくなるんですよっていうところ、まあ、そういう風な放送をちゃんとしてますかそういうような、ね、情報をしっかり伝えてますかっていうところ もしっかりできてますかっていうところを言っていただきました。えー、動画のやり取りは見れば見るほどねか、問題解決ができて、さらにね、次の問題が浮き彫りになるみたいなね、そういうところもしっかり、えー、できてるようなシリーズにちゃんとこの気になる男シリーズだろうか、ね、とかでもしっかりできてますかっていうね、そういう開始になってますかみたいなね、いうところもしっかり考えて撮らなきゃいけないなっていうのがね、やっぱ自分の問題でもありますし、そういうところも、ね、しっかり、えー、気づかせる、自分がね、気づくだけじゃなく、気づかせるようなね、えー、動画を撮れているか、 そういうところを踏まえてしっかり自分をやっていかなきゃいけないなというところを考えております。そしてここらは次ですね、マインドの大切さと罪ということで、信念とは過ちや愚行を正当化するための化粧であるに過ぎない、化粧が厚いほどその下の顔は醜いということで、この信念が強すぎるっていうところをでもそれって罪があるんだよっていうところなんですけども、 いくら,いくら自分の信念が強くても結果が出なければ月末の支払いができずにキャッシュアウトしてしまうと売り上げが全てええと売り上げ上げなければ結局生活が緊急して困窮して何も YouTube の、ね、活動が続けられないのでやっぱりこの結果が全てな世界売り上げが全ての世界これを追い求めなければ結局この活動自体が制限されてしまう、まあ、ストップしてしまうしこの世界からね強制対応してしまうので本当にここっていうのをしっかりコミットしてやられてますかっていう。 と,ところをお話ししていただいたんじゃないかなと、そしてえ視聴者さんですね、えー、お金を払った人がありがとうってね、感謝するほどのサービスを提供してますか、そしてね、それを提供しつつ、しっかりと自分の売上コミットでき,ますできてますかっていうところも言っていただいたんじゃないかなと、この両面でしっかりサービスは当然提供する、統計するんですけど、それもさらにそのプラスで売上もしっかり、えー、確保するような動きをしてますかっていうところを言っていただいたんじゃないかなと、そしてここですね、えー、体だけじゃなく動かすのは、 体だけ動かすんじゃなくてしっかりと頭使いましょうと頭と。 うん、だからね体も体使う YouTube で言うと動画作りですね。動画作りだけの動画作りマシーンみたいになってませんかと、動画もひたすら動画をわーって量産する思考定して作る。うん、まあ、はじめの方はそれは仕方ないかもしれないですけど、ある時それ、そういうことだけじゃダメだよっていうことをしっかりと気づいて、まあ、そのフェーズを超えたらですよね、そのフェーズを超えたら、しっかりと頭を使ってどういう風に動画を作っていくのかっていうところをね、しっかり考えていきましょうと。早くね、動画作りするだけのね、動画作りマシーンからの人間になるなよっていうところを 言っていただも脱却早くしましょうということも言っていただいたんじゃないかなと思います。そしてマインドだけではダメと。新年で勝てるなら、これで楽なことはない。誰だって勝ちたいんだから、だから勝ちたいというところはこちらになりますよねえ。マインドだけじゃやっぱ足りませんと。新年だけでも足りませんと。まあ新年だけでね、売り上げが立つなら、マインドだけで売り上げが立つなら、そんな、こんな楽なことはないと。でもみんなね、売り上げ立ちたいし、お金稼ぎたいし、えー そう,ね、そういうことをみんなやってるんでね、ここだけじゃやっぱりダメだよというところですね。じゃあ、必要なのは何なのかというところで、必要なのはというところで、このね、綿密な戦略、あれちょっと漢字違うかもしれないですけど、綿密な戦略、そしてしっかりとした戦術、しっかりと考えてますか。 ねえー、ビジネスの戦略や戦術を学ばずに本当に勝てるんですかと売り上げ上げれますかというところですよね、えー、学んでてもなかなか勝てない学んでてもなかなか、ね、売り上げ,がか売り上,げ、えー、上げることができない世界、えー、じゃあね学んでない人が本当に勝てますかというところをおっしゃっていただきましたね、えー、例えるなら例えならこのフンドシ一チョ竹槍一本で、ね、核ミサイんに突っ込むようなもんですよ武器も防具も何もないのに裸一貫でなんか突っ込んでるようなもんじゃないですかとしっかりとね、えーえー 装備を身につけて自分の武装して強くなってそしてしっかりとやっていきましょうというところでしたよね。 そしてラストのお話でした、必勝の戦略ということで、まず敵に対して少なくとも6倍の兵力を、兵力を揃えということで、まあ、兵力、つまりここですね、ユ、えーチューバーとして戦う以上、頭の中を6倍鍛えましょうと、つまり頭の中を鍛えておこうと。これをしないと、結局頭を使わなければ、利益取れませんよと、ね、先ほども言ったように、この体を使っても動画を量産するだけの、まあ 無駄コミュニティの住人っはね、もう動画をただひたすら、ダーってね、動画を、なんか意味のない、謎な、まあ、あ意味はないかもしれないかもしれないですけど、まあ、こう、非常にね、なんか、 意味のない動画をどんどん量産して、さらにどんどん量産することにその動画をまた見ることが意味のない連鎖を作る。だから動画を作る人の罪なのかもしれないですね。これ、本当、動画を作って、ね、変なもの、動画をどん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 作って、それを見る人もなんか無駄な、無駄な、無駄時間、無駄時間作り、そして視聴者も無駄って、無駄、無駄を、無駄を作るような人間にはやっぱりやんなっちゃいけないなと。当然、本人が無駄と思ってなければ、ね、それはいいかもしれないです。結果的にやっぱ無駄だと意味がないんで、そういうところも含めて、本当に こう今作ってる動画って無駄なのか無駄じゃないのか本当に意味があるのか意味がないのかっていうところもしっかり踏まえてまあ当然ね全然,全然関係ない人が見てしまったらしょうがないんですけどある人にとってはしっかりと価値のある動画っていうのをしっかり作っていきましょうよっていうところを言っていただいたのかなとそして補給と整備を完全に行いましょうということでこちらはしっかりとした知識を整えましょうというところでしたねそして YouTube を撮る環境も整えておきましょうとそれはえ体調管理含めそしてねいろんなあの 自分の家の環境をしっかり、あとは機械とかですよね、自分の,この撮るそのもの、マイクとかいろんなもの、パソコンだったり、そういう身の回りのものもすべてしっかり整えておかないと、やっぱり、えー、生き抜くことは大変だよというところも言っていただいたのかなと、そしてここですね、えー、勝敗などというものは戦,力のあ戦場の外で決まるものですと、戦術は所詮戦略の完成を技術的に補佐するものしかありませんと、まあ、もう戦場の外で決まってるよと、ね、これも本当に。 あ自分三国志読んでて今はすごく読んでるんですけどやっぱりもうすでにその始まってからじゃ遅くってもういきなり立ち向かって無防備で大体いい無防備で突っ込むやつだがすぐ犬死にするっていくら、えー、強くてもいくらその力が抜きんでても武が強くてもやっぱり血がないと全然その、まあ、いずれは負けてしまうと地の策略によって負けてしまう武が,が負けてしまうと。 で、えー、これを YouTuber 風に言っていただいたのが YouTube の動画を撮る前に全ては決まってるんだけと、もう撮る前に決まってると全ては撮る前に決まってる、えー、実際ね、えー、物が売れるかどうか YouTube を撮る理由は 売上げを上げること、そしてビジネスとしてね、売上げを上げること、収益を上げることっていうところなんで、じゃあ、物、えー、が売れるかどうかっていうのは、動画も撮る前に全て決まってますと、さらにね、えー、動画の内容の内容もね、えー、繰り返し繰り返し、視聴者さんの心に訴えかけるっていうところをしっかりしてますかと、そういう話のことを動画撮る前に考えてますかっていうところ、それがしっかりあることによって、そして視聴者,視聴者さんの心にそれが重なることによって、ああ、この人なら大丈夫だという安心感、信頼感によって、商品の購入に至るという、こういうような 一本道はしっかり 考えてますかと、こういう道のり、こういう考え方もしっかり持ちながら動画を撮ってますかみたいなね、お話をしていただいたんじゃないかなと思っていて、本当にこの知というの、戦略という意味かもしれないんですけど、本当に考えていかないといけない、そして考えることによって、よりねあ、もっといい動画を作れる、もっと効率の、効率がいいかどうかわかんないもっとね、えー、視聴者様に、ね、聞いていて、意味がある気づきだったり、発見だったりある動画をしっかり作っていきましょうよというね、えー、お話をしていただいたんじゃないかと思っております。はい、ということで第、第 気になるところ第250話ですね、えー。前回のね、久保さんのこのお話をね、聞いてちょっといろいろまとめさせていただき、まとめて、ね、自分が記事いたところをちょっと、えー、整理させていただきました。本当に久保さんありがとうございました。ということで250話終わっていきます。ありがとうございました。福間 YouTuber タでした。タ、えー。久保さん次回もよろしくお願いします。それではまた。